ということで、前回こちらを、かなりショックなんですけど、かなりショックなことが起きたんですけど、クリアはしました。ということで、次。ここはね、僕が一番やりたくないんだよね。見づらい。全埋めと、不思議なテトリスの形。この銀銀をどうやって入れようかな。あの形のスペースに入れてしまうと 2×2 のエリアができちゃうでしょう。 2×2 のエリアってこういう空間をだから塗りつぶすために真ん中通る必要があるんだからね、そういう形を作りたくないなぁとは思ってるんですよね。形が見えない。こうなってて。濡れるんだよな。そうか。2×2 であっても、ここがスタートであれば別に濡れるじゃんということが可能だから。頭のかけた鉢っていう形は、まあじゃん。まあまあそうなるわなっていう感じでしょう。で、そこに対して、そこに対して22っていうのが来る。こういう形もできる。
これできてるのか。ダメ。10の形って作れるのかな。今回はまだひとまとめにしないよっていうオチありそうなのが怖いわ。できるかな。でも左下のこのピースが一つで固まれる。無理か、一筆書きができないか。一筆書きでそれを収めるっていうところが難しそうなのかもしれないね。塊10を作って、あと残りを埋める。で、作れる塊10の形は作ってみて判断したい。これ塊にならない。固まるには、回ってきて、閉じて閉じるみたいな感じ。閉じて閉じる。まあ、形としては合ってると。今のこの形状を違う場所で作れないかな。ぐるっと。そうか、でもそれをすると拾えなくなるんだよね、このパーツ。よし。そうなるよねっていう感じだね。あのでかい向きが180度回転してれば入りますね。これって間違い教えてくれないんだっけ。間違い教えてくれない。むむむむむむ。
これとこれが同じ色。あとはわからん。あとなんか斜めに同じ色が並んでるような気がする。でもこの色が変化してグラデーションがかかってるところのそれぞれの色関係はわかんない。これね、本編でもここを解くだけで多分20分以上かかってるから。で、エラー表示すらされないもんね。解く手順がわかんねえ。解き方の手順がわかんねえ。これ合ってるかどうかがずっとわかんないんだよな。適当に偶数個ずつ埋めていくぐらいしかやることない。123456781234567812312345678。無理パス。二つ壊せる。色分けを壊し、そっち側でも色分けを壊す。ダメ。ダメだった理由は、色分け左はいいけど、右側が満たしていないものは何かというと、緑色が多すぎるのだなぁ。こう。そうするとこう。あれは、やらない。宿題にします。いないっぽいね。一人だけっぽい。怒られる。なんだこれ。なんだこれ。あれ？なんで？本当にペアいないっしょ？あ、ごめんなさい。ごめんなさい。今、完全にこれ、色分けだと思い込んでた。違うわ。イガイガだ。イガイガです。なるほどね。ごもっとも。なるほどね。ごもっとも。いや、黒が1234567。あれ？黒は 7？ これまた出てきたか？変なやつ。違う。真ん中の柱の中に、黒1個隠れてるんじゃないのか。真ん中の柱の内側は見えないから、あそこに黒が1人隠れてるんだと思う。
ごめん、ごめん、裏にあったわ。ごめん、ごめん、ごめん。なんか脳みそ疲れてるんだろうな。ずーっとウィットネスやってるから、頭がウィットネスしてるわ。だよね。真ん中に黒一個あるんだね。という感じでいくと、そういうの来るんだろう、と思ってるんだけど、どう ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 マス。線はぶつかるものはない。普通に13作ってダメだった時に真ん中に何があるみたいなのって、でもこんなの線、わかんないよね。真ん中に何のテトリスありますかなんてわかんないから。適当にやってあげないと、どうしても作れないっていうことなのかな、今のパーツだけ見ると。打ち消しか。真ん中に打ち消しくんがいるな。おもろ。ちょうどいい向きなアイアン。ちょうどいい向き。ちょうどいい向き。あれ?だね。おもろいよ。面白いよ。本編でもこれ欲しかったな。本編のね、このステージ簡単すぎるんですよね、どれも。真ん中に何がある。で、打ち消しもいる。知らんぞ。知らんぞ、こんなん。真ん中に何がいる?想像は三角だけど、真ん中の三角のこと完全無視して、いいのかな?いいのかな?完全無視していいのかな?どの向きから見るのかっていうのもかなり、考えることが多くて、ややこしいね。そこの三角いけないんだよな。いけるか。でもこれだと破壊するものなくなっちゃった。普通にいけるかどうかはやってみよう。こうすると普通にはできてしまう。じゃあそこまで分かった上で、真ん中に何がいるんだろうね。これで、これクリアにはならないから、真ん中を今2で通ったよね。次は1回だけ通ってみようか。ダメ。真ん中に3があるとしたら、
があるとしたらそれは辛いので、その3を破壊しに行く方が難易度が低い。破壊できなかったんだけど、むしろめちゃくちゃ綺麗にゴールできてしまう、めちゃくちゃ綺麗にゴールできてしまうのは本意ではないんだよ。どうしよう、真ん中を壊したい、それ以外は満たしたい。真ん中に今3通ろうとしてるけど、かなり無理やりで。ちょっと一旦見てみる？でも、ここの2を外して。いけちゃった。真ん中3だわ。ここの2が死んだはずです。一人でよくて、真ん中に何かあって、マイナスが多すぎるから、真ん中はプラスのテトリスで、プラマイゼロになるとしか考えられないと思っている。なるほど。逆だね。そうだね。真ん中の柱がそっちに行っちゃうもんな、これ。真ん中の柱がそっちに行っちゃうのはまずいので、真ん中の柱もそちら、テトリス側に入るようにする。ん？何すんの？真ん中が、真ん中がテトリス側に入る。こうやって囲んでたらダメだよね。真ん中がテトリス側に入る。ここは、この反っちゃいけないんで、沿わずに全員が同じ側に入る。こういう線が望ましくて、逆側になるな。うまく引く方法が考えついていないね。うまく誘導する。うまく誘導すればいいのだが。
こっからスタートするとそっち側に入れるの厳しいのかな、わかんない。そしたら、ちょっと違うことも考えるのもいいかもね。全部消そうと思わずに、このパーツはこれとこれ、もしくはこれこれこれ側で消えるので、もう片方はもう片方側で揃えればいい。多分そっちの考え方の方が本来求められてたのだろう。ここの一塊と残りの子たちの一塊を、こう、いいね、いいね。ここは全部面白かった。あと残ってんのってなんだっけ？なんか、元から消えてるパズルと、柱と、あ、そっか、このシンプルなステージあったか。全通りのやつ。うん。あ、いいんじゃない？ここが1。
一番上のなんで 3? ああ、数が多い。数が多い。1回か、このルートではダメだな。あそこを1回、あそこを1回、あそこを1回だけ通る、あそこを1回だけ通る。ここね、この6つの点で1回しか縦に通れないんだけど、6つの点を塗りつぶす方法。こういう、ああ、なるほどね。だったら、ここ面白い。隠れてるのが何色かすら教えてくれないんだ。でも全部黒っぽい？全部黒でいいっぽい？覚えてないな。これどうしたって分断する必要があるんで、これが単独なんだよね。
れ色違いだこれ。ああ色違うね、違うわ。はあ、方針が変わった。考えないといけないことが変わっていた。困りました。マジで覚えてられんわ。覚えてられんぞこれ。そことそこがペア。へえ、全然わからん。ああペアがいないって言ってんだよね。この二人はペア。なんでこれが光ってた？あ、これとセットになってたからかな。やりたいことが全然できない。これすると、この子の色分けがおかしくなってるから、これを入れたくないんですよ。でもこれを入れないと、この子のペアがいなくて、この子のペアがなんか上の方にいたんだけど、ここにいる子もこれと色分けが狂うから、うまくいかんのよな。例えばこっちにすると、ここにこの子のペアがいるから、ここで狂うでしょう。このペアと、ここのペア？こいつらを、こいつらのマネージメントができないかな。3つ以上に分けないといけないと思ってんですよ。いけた。忘れた。
ダメ？うーん、ダメ？なぜ？黒いのか、お前ら。見えないだけで黒いのか？黒ではないんだけどな。この色は黒じゃないっしょ？ここの色と一緒になるんでしょ、多分。で、この人たちが、どうすりゃいいんだ？違うわな。そこではないんだよな、色は。あれ、さっきのエラー、よく見てなかったな。なんで起きてたんだろう。あ、こことこれが入ってたから、しょうがないな。しょうもない。じゃ、こうじゃん。違うの。あーはーん。あーはーん。こっちに来ると、こっちに来ると意外側のペアが一人いなくなっちゃうから困るんだよね。これペアだっけ？これを分離して。テトリスが見えなすぎる。4と 3？ イガイガも今怒られてた？イガイガも怒られてる。イガイガも怒られていて、黒いからか。ワンペア、ワンペア。テトリス無視。こっちサイドは、1,2,3,4,5,6 の形。できたらよかったな、なんだけど。ここでこうできたらよかったな、なんだけど。全部忘れた。よし。え、シンプルにそれ？1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 うわぁ、見せてくれない。
大前提まずこれをやれって言ってんだ。エグエグのエグだな。はあ、知らんけど色違いか。この色と。これとこれは同じ色ではない。ここは同じ色。こっち通ると多分死ぬ。そうだよね。この形ではなくて、黒を別のとこから引っ張ってくるか、黒を入れない。こうすると黒が3になるからおかしくて、こう通る必要があるんでしょ。でここがセットで、ここがセットでしょ。上のセットを後回しにして、覚えてないよ、もう覚えてないよ。そこがみんな一緒なんだけど、今の形ではダメです。あれ、どうやって引いてたか覚えてない。まあ、上の子も引っ張ってきてみたいなこと考えたいのかな。いや、そこは両立できませんと。これがペアで、隣と同じような感じじゃない？なんか違うか。ここは通って、
ここは通らないといけないと。通らないといけないということでもないんだろうな。もうこれはわかんねえな。これはわかんねえな。なんとなくその一筆書きの形からここ、こうなってほしい。これが光ってんのはなんで？そこの二人が同じ色ではないと言っている。これがどっかの色。ここではない。ああ、ここは合ってる。上はそのルートで行くといいね。上はこのルートでいいよね。下が？じゃあ、こう来て、こう来て。どうすればいいんだ。何を求められてるんだ今。色がダメだって怒られてて、色がないよ、ペアがいないよって言われてて、でも他の人たちはペアが作られてて、で打ち消せるのは一人だけで、どういうこと？どういうことだ。来ていいことないでしょ、多分。消すものなしと。いけた？なぜ？二人光ってたけどな。謎は解かれない。なんかね、うっすらと見えてんだよね。うっすら見えてるけど何色かはわかんない。もうちょっと行きたい。うん？ああ、こっちの色が同じだったっつってんのね。全部プラスのテトリス。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 で左右対称だから形見ないといけないね。横になったとの字。横になったとの字はここに入る。打ち消しが一人。一回だけ嘘ついてよし。二つ嘘ついてる。
まそれ大変だな。それ大変だな。それ大変だな。これをアクティブにするために、こうやって作らないといけないと。で、そうやって作ると、ここの2が満たせてないから、なんかスタート直後は厳しそうな感じするよね。いや、もう1がダメだわ。この1が嘘っていう可能性もまああるから、ちょっと嘘ついてみようか。ああ、そっか、ダメだわ。そうだね。これでいいのか。ああ、ダメだ。スタート直後の位置だ。そうだそうだ。わざわざ嘘ついたんだから。わざわざ嘘ついたんだから、そこに持ってきたかったんだけど、上側にこれ分離しちゃってるんだよね。変えるだけでいけるとは思うよ。ああ、ここにいるんだもんな。右上の2が死んでんのよ。右上の2が死んでんのよ。右上の2を満たそうとすると今度はこの破壊君が内側に入るのよ。破壊くんそっちじゃないよねって言って、こっからこっちにルートを切り替えると、なんかまだそれもそれでうまくいかんのよね。ここの位置にそもそもいかんよな。そのやり方でいくと。位置じゃないのかな。スタート直後の位置じゃないのかな。
発想のルートしかできてないから、ちょっと頭冷やさないと解けそうにないな。どっかで突然嘘ついていいわけでしょ？突然嘘ついていいわけでしょ、どっかでいきなり。今ここの位置をついてるんだけど、他のところがそれで矛盾しちゃうのが良くない。他のところがそれで矛盾しないようにするには、これ1取れてないっしょ。1取ると2が取れないっしょ。これ曲がらないと1がダメでしょう。1、2を無視。2が後からでもいけると、あれ、このルートでもいったな。で、ここの1が嘘で、いきなりこういうことして、これは？あー、右上の2も死んでるわ。そうなんだよな。1直後でまっすぐ行ってると、最後こう突っ切ると、左下の1がダメかつ、隔離されてるからダメだし、こう行くと右上の2が死んでるからダメだし、だこのルートだったら右上の2が破壊されるっていう前提で他を構築しないといけないから、他が全部嘘ついちゃいけないことになっていて、こうしたいんだよな。いや、そのここの角に来た時点でこの2が死んでるんだよね、下の、この2が。でもスタート直後こういうルートにならざるを得ない。他のルールを守ってるから。右上の2を必須で守るんだったら、こうなんよな。こうなんとやっぱ1が死んでるでしょう。で、1時2ルートでしょうと。一時にルートでこっちに行くと最後にここに入れないから、それもないっしょ。一時にルートで他の子は全部嘘をつかない。で、こう行くと囲めないから、この子は上に行かざるを得なくて、上に行ってここの2を通るってことは、こういうルートなんだけど、それをしに行くためには、あそこの3と2が犠牲になってんだよね。なんかまだ隠れてるものがあるとは思えないし、シンプルに難しいんだと思うんですよ。シンプルムズなんだけど、なんでこんなよくできてんだ。一つずつ三角形を見ないようにして消していく？例えばもうここの3が嘘でみたいな、なんか左上から順番に三角形無視して考えていくか。そこの三角形ないものとします。あ、でもダメなのか。これスタート直後の1と2の時点で、これどっちかを生み出すとどっちかを捨てるっていう構想になってるから。やっぱこのどっちか、1か2どっちかが嘘だよね。しかありえなくね？それ以外の方法ある？こう来ると左下が嘘だし、こう行くと、こう、いや、右上が嘘になるよね。
うん、そこしかないな。そこの2人の嘘しかないな。ないなってなった上で、ないなってなった上でできてないんだけど、今まで。ないなってなった上で、今のところ成功率ゼロなんだよな。なんでこんなシンプルな、こないシンプルなルートなのにな。それだけじゃない？それだけじゃないものがある？一嘘、こっちは来ないっしょ。ここの一致が破綻するから。いけんのかな。もう自信なくなってきた。最近、ウィットネス全然ボロボロで、自信ない。なんかね、溶けるものが、変な詰まり方して溶けない状態がものすごく嫌いなんだけど、最近それ連発してるからめっちゃ嫌なのよね。自己嫌悪。探査機に行って、ここで2を触ったら、こっちの2がうまくいかないね。ここの 2？ ここの 2？ こう来て、こう来て、あ、これでいいのでは？あー、ダメだ。1が2回行っちゃう。1を2回通ってる。うん、あ、こう。あ、逆だよ、バカ。バカ、逆だよ。こう。いや、違うでしょ。今右上が嘘ついてて、こう来ると、はあ、嘘つきが2人います。3人います。うまくいかないよ。腹立つ。うまくいかないよ。こんだけやってダメだから、やったことない手の動かし方しないときつくなってるかな。上行ってこの辺舐めてゴールするっていう、そのステップしかないんだよな。そのステップしかないんだよな。そのステップしかないんだよな、なんだよな、なんだけど、そのステップしかなくて、このどっちかが嘘ついてる。もう一回そこを、もう一回そこを考え直すよ。こう行くと、左下が1です。右上は2です。両方を満たそうとした時に矛盾が生じることを証明すればいいわけでしょ？こう来た時にゴールする方法、両方を満たしてゴールする方法、右上を満たすためには必ず、ここのラインを通ることになり、そうすると左下の、1と矛盾するから、これないよと。で、こうするともうゴールだからないよと。こう来て、それでもう証明終了なんだよな。それでできませんで証明終了なので、必ずどちらかが嘘をつきます。で、嘘のつき方でここでもうちょっと広い視野を持つべき。嘘をついていいんだから、全然ここで曲がる必要もないし、まだ。散々ぐるぐる回った挙句、
最後に決まってればいいじゃん。違う、ここも向きが違う。他に何もない？ない。これマジで解けんの？まだここだけで20分とかですか？1個詰まるとそれがもう動画でえらいことになるな。違うわ。こう。いや違うわ。どっかで上の線と交わりたい。こう。違うわ。
違うんもね。右上ウソルートだったらこういうゴールの仕方でしょ。こういうゴールの仕方でしょ。こう。嘘ついてる。いやー、真ん中にある2がわかんない。真ん中にある2がなんか、機嫌が悪いな、あいつ。あの子機嫌が悪いんよ。満たしてあげると左上の子たちが全然ダメで。どうしたらいいんだ、これ。何が見えてないの、俺。何が見えてないんだろう。答え合わせいこうか。あ、そうだ、しまった、これ動かないんだったわ。答え合わせできるかな。違うツール使ってもいいんだけどね。ダメだ、やっぱり表示がバグってる。表示がバグってるので、違うツール使います。おかしい。出た。これは答え。なんでこれひらめないんだろうな。また また同じこと言ってる。答え見ちゃダメなんだって。答えを見たら毎回後悔してるんだから答え見ちゃダメなんですよ。解けないのは頭が悪いっていうだけ。頭が悪いというだけ。
で、これは考えないといけなかったんですよ。右上で嘘つくルートだよねってなった時点で別に右上で囲っていいじゃんっていう論理的な発想を思い当たらなかったのが敗北ポイントですね、今回は。それができてれば残りの道なんて何回も通ってるルートだから普通にできててんな。無理やりなんか上と繋げようとすると真ん中の2がうまく言うことを聞かなくなるだけであって、まあ次どこ行くんだっけ。いまいち分かんないんだよな。まだ一個、まあ色パズルは解いてないままだとして、そこと、そこでいいのか。あそこを開けたらもうっていう感じか。違った。ああ、あ、違った。ふん。下は色分けがおかし、意外がおかしくて、上は意外がどっちも数があるから。んと、黄色の意外がどうやって処理すればいいんだ。こうする？いや、それはおかしいな。これダメでしょ。右下側がおかしいよね。これだと意外が消えるのと意外が消えるのでいけるんじゃないか。これ変わんないでしょ。下ってなかったっけ。これかな。これやるとあれが出てきて、1本なんだ。
ないな。これえぐいな。やっぱ柱は急激なえぐさが来るからやばいね。通っちゃいかんな。下で2欲しいんでしょ。ここじゃないんだよね。ここに入れないといけないんだよな。なんか今の感じは。ここで1本入れて3。ああなるほど、辛いね。ゴール確定したときにチェックできないの辛いよね。123、これ121で123123、これどうなってんだろう。121123112312、斜めが分かんない。1232ような気がするけどな。でここが開いて、この先チャレンジパズルになるんだけど、でもチャレンジパズルは変えられなかったみたいですよ。なるほど。1212121212。あ、色分けが死んでら。スタート直後の色分けが死んでら。そうね。リカバリ不可能。1、これ以上いけない。これ下にいけない。
ここまではいけるんだけど、あ、こうでもいいのか。こんな感じでは。1、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2で色分け、色分け、分け、分け、分け。よし。という感じ。一応チャレンジ見ましょうね。まあ、いっか、ここで切ろうね。1時間半だもんね。次回チャレンジをチラッと見て、やり残したものをやっていきましょう。